プログレス補給船は、現在主に国際宇宙ステーションへの補給に、使われているロシアの、使い捨て無人貨物輸送宇宙船である。貨物船であるプログレスは飛行中は無人だが、宇宙ステーションへのドッキング後は、宇宙飛行士が中に入ることができるので、製造している RKK エネルギア社では、有人に分類している。ソユーズ宇宙船に由来し、ソユーズ打ち上げロケットで発射される。 現在は国際宇宙ステーションへの補給に使われているが、もともとはロシアの宇宙ステーションへの補給に使われていた。プログレスによる ISS への補給は年に3から4回行われている。各補給船は次の補給船が到着する直前まで廃棄物の収納取りブーストのためドッキングしたままである。その後、廃棄物が積み込まれ、切り離されて軌道を離脱し、 大気圏で大半が燃え尽きる。プログレスは、サルート、ミール、ISS の4つの宇宙ステーションに燃料やその他補給品を運搬してきた。長期の宇宙ミッションには常に物資補給が必要という認識から、プログレスのアイデアが生まれた。宇宙飛行士1人が1日につき 30kg の消耗品を必要とすることがわかり、 これは6ヶ月の滞在では5.4トンに達する。これだけの量の物資と乗員をソユーズの小さなスペースに一緒に積み込んで打ち上げることはとても無理だった。プログレスはソユーズとほぼ同形状、同サイズで3つのモジュールで構成されている。プログレスは無人、使い捨てとして設計されたため重量軽減が可能であった。このため巨大な生命維持装置や耐熱シールドが 不要である。また、核モジュールを分離する機能もない。ステーションから離脱した後は、逆推進ロケットを噴射して、大気圏で燃え尽きる。飛行の度に、数多くの小さな改良が実施され、大きな改良では、名前が変更された。プログレスの名前で42機の宇宙船が作られ、最後に打ち上げられたのは1990年5月である。 貨物船の設計を担当したのはトシュバムである。1973年中頃から設計が始まり、プログレスには暗号的な識別番号11回 615A15 が与えられた。1974年2月までには設計が完了。1977年11月には最初の量産機の打ち上げ準備が整った。1978年1月20日に ソユーズと同じロケットでプログレス1が打ち上げられた。空気力学的な理由からソユーズと同じシュラウドが装備されたが、緊急脱出システムは機能停止されていた。このプログレスの最初のバージョンは、機体重量が 7020kg あり、貨物として 2300kg、すなわち、機体の30%の貨物を運搬することができた。直径は、 ソユーズと同じ2.2メートルだが、長さはわずかに長い8メートルである。自立飛行期間は3日間で1ヶ月間ドッキングしたままにできた。プログレスは常に補給先のステーション後部にドッキングした。改良版プログレス M は1989年8月に初めて打ち上げられた。最初の43回はすべてミールへ飛行。ミール運用終了後は、 国際宇宙ステーションへの飛行した。2009年7月のプログレス M-67 が最後の飛行となった。プログレス M は基本的にプログレスと同じ宇宙船だが、ソユーズ T と TM から導入された改良が特徴である。太陽電池パネルを装備するようになり、最高30日まで自立飛行ができ、ミールへ運搬できる貨物は1 0 0ラム増えている。また、 古いプログレスとは違って、VBK、ラグがカプセルで 150kg までの貨物を地球に持ち帰ることができる。このカプセルは、長さが1.5メートル、直径60センチメートルで、乾燥重量は 350kg、余圧モジュールのハッチに挿入し、再突入時に分離、回収される。プログレス M は、ソユーズ TM と同じ新しいクルスランデブルシステムを装備。 軌動上寿命は180日間。プログレス M1 は、プログレス M の改良型で、ステーションへより多くの推進剤を運搬できるよう、水タンクの代わりに推進剤タンクを追加したタイプである。2000年2月初飛行し、2004年1月まで計11回飛行したプログレス M2 は別の改良型で、ミールに宇宙ステーション計画向けに提案された設計だが、 財政的な問題のため取りやめになった。M2 にはより大きな貨物や宇宙ステーションのためのサービスモジュールが装備され、ゼニットロケットで打ち上げられる予定であった。改良型プログレス M は、プログレス M 型のアナログ制御機器をデジタル化した改良型で、2008年11月に、プログレス M-01M が初飛行した。旧型コンピュータを新型に更新したことにより、 約 75kg 軽量化された。2009年7月のプログレス M-67 以降は、プログレス補給線はすべてこの改良型に切り替えられた。プログレス M1 を改良した改良型プログレス M1 も計画されている。なお、2010年9月末からは、ソユーズ・トマ宇宙船に同様のデジタル化改良が施された、ソユーズ・トマ M 宇宙船が導入された。 改良型放球船の次のシリーズが改良型プログレス M を置き換えた。このシリーズの最初の宇宙機となるプログレス MS-01 は2015年12月21日に ISS に向けて打ち上げられた。TGC の外面のコンパートメントに4つの発射コンテナを設置する予定であり、その助けを借りて一辺 10cm の標準キューブサット衛星を 最大24個を放出できる追加の外部コンパートメントがあることでこれまでの補給船のシリーズとは異なる。打ち上げはソユーズユーナイスソユーズ 2.1A ロケットが使用される。改良された宇宙機は貨物に対するスペースデブリや微小隕石に対する防護が追加されている。フォールトトレラント性を向上するためにドッキング機構及び 密閉部分に二重の電気モーターが設置されている。飛行管制と後方システム、搭載無線システム、ドッキングと内部移行システム及びビデオシステムなどの貨物船の接近とドッキングも担当する地上管制施設との通信のためのメインの機上システムは近代化されている。アンテナフィーダーを備えた機上無線システムは新しい X 統合コマンドテレメトリーシステムに 置き換えられた。クルス接近及びドッキング装置に変えて、プログレス MS には新しいクルスナが搭載された。2018年5月11日、SP コロリョフロケットスペースコーポレーションエネルギアの広報センターは、最大5 0 0ラムの貨物を軌道に届け、地上に持ち帰ることのできるソユーズ宇宙船の無人バージョンの作成に関する作業について報告した。 RIA ノーボスチからの情報によれば、このソユーズは、プログレス補給船に基づいて作成され、機器、組み立てコンパートメント及び燃料コンパートメントが、残される。2021年4月14日、ロスコスモスの TV チャンネルの番組、325で、翌年のプログレス補給船の ISS への、単海飛行計画のテストの可能性が報じられた。 2021年7月12日、ロスコスモスは、プログレス MS-17 飛行プログラムの実行中にエネルギアの専門家が、ジューネマッシュミッションコントロールセンターのメインオペレーショングループの制御下で ISS との有望な短期度自立ランデーブースキームの要素を検討し始めたことを報告した。2021年7月26日、ピアースモジュールとともに、 プログレス MS-16 宇宙機が ISS のズベズダモジュールから離脱した。燃え尽きなかった部分は太平洋の船の航行がない海域に落下した。国際宇宙ステーションへの補給のために現在でも使われている。STS-107 でコロンビア号が空中分解してスペースシャトルが飛行禁止となったため。 2003年2月1日から2005年7月26日まで大量の補給品をステーションへ運搬できる唯一の宇宙船であった。i s s へのミッションではプログレス M1 改良型が使われていて水タンクの場所を推進剤燃料補給モジュールから余圧区画へ変更しより多くの推進剤を運搬できるようになっている。ソユーズ同様 宇宙ステーションへの自動ドッキングが可能な自立航行システムが備えられている点が大部分のアメリカの宇宙船とは異なる。これは必要に応じて手動に切り替えできる。2011年8月24日、国際宇宙ステーションへ向かったプログレス M-12M がロケットの異常のため墜落した。この事故まで33年間にわたって100機以上のプログレスが 成功裏に打ち上げられており、プログレスシリーズとしては初の打ち上げ失敗となった。ロシア語でフェリーを意味するパロムという名前の新しい宇宙船がプログレスの代替として提案されている。この新しい宇宙船は計画中のクリーペルやロシアのエアロックを持つ他の貨物コンテナを回収し、最大15トンまで ISS に運搬できる。ありがとうございます。